はいどうも、お疲れ様です。え今回は久しぶりに、同じ地元のですね、広島県秋高田方市のこの石丸市長、元市長ですね、もうすでに。えー、まあもしかしたら東京都知事になるかもしれないなと、まあこの方をね、取り上げてみようかと思います。えーとね、一つはね、行政の能力と民間の能力、どちらが強いのか、どちらがレベルが高いのかってことですけども、お金を稼ぐ力はどちらが強いでしょうか。ね。 民間は何のサポートもなく自分のサービスだけでお金を稼いでいるという側面がありますもちろん行政の方でも公務員の方もね必要な仕事はやってくださってますけども仕事の成果にかかわらず給料が出てしまうっていうところはあるのかなと思いますいかがでしょうかもちろん成果に応じて給料が変わるっていう部署もあるのかもしれませんけどもね で私たち民間企業には倒産っていう最,最悪のシナリオがあるわけなんですけども、さあ、公務員さんは倒産はあるのかなっていうことをね、考えてみようかと思いますね。どうでしょうかね。まあ別に公務員さんをね、馬鹿にしてるわけじゃないんですよ。いや私は基本的には、公務っていうのは高いレベルであるべきだと思ってるんですよ。少なくとも民間よりはね。で、全ての解決策を持ってるべきだと思うんですよ。でも、どちらかというと、今、 民間によって公務が支えられている部分っていうのは大きくなってきたんじゃないかなと思うんですよ。で非常に高い税収にあえいでる民間企業個人事業主ひいては個人の方ねものすごい国民負担率ですよ。でも 国民負担をそれだけたくさんしてるってことは、その反対側では国民が負担してるお金を使っている税金で養われてる人がいるっていう現実があるんですよね。さあ、どちらが豊かになってるでしょうかどうでしょうかね民間の方なのかどうなのかってことです。で、ここで石丸市長の話が出てくるわけですけども、石丸市長の例をもって全部をね、決めることはできませんけども、少なくとも石丸市長っていうのはずっと 民間でで働いていてた方ですよそれに対して安芸高田市の行政職員さんそして市議会っていうのは、まあ、少なくとも公務員ととしててずっと生きてきたわけですよねそこに新人の民間から来た市長が入ってきた途端にどうでしょうかどんなことが起きたでしょうかっていうことを考えた時にじゃあ行政のベテランが東京都知事を目指してますかっていうとね まあそうででもないですよねどうしても民間からっていうことが多いのかなと思うんですよ。まあ、ですんでねそれは自由な挑戦ができるという形で見ると素晴らしいことだと思いますけども一体どうなってるのかなっていうふうにもやもやするところもあるわけなんですよ。で今回石丸市長が東京都知事選に出馬されてます。誰よりも早くそそのの旨をを発表ししたと思思いますしその意思を 新たたにしたと思うんですよで現職の小池百合子さんは疑惑を放置してね言論封殺をしたりとか議会を乗っ取ったりとかしてまた次のね都知事選に出ようとしていると東京都果たしてどうなったんでしょうか小池さんの7つの0は達成ゼロで8つ目の0になったんじゃないかなと思いますよね。そしして8つ目だけが実現したという ます。また対抗馬の蓮舫さんも、まあ、政治のベテランですよね蓮舫さん小池さん石丸さんと3人を並べると石丸さんだけが新人と言える,いるんじゃないかなと思います田子神さんというねそういうふうな方もいますけどもまあでも公務員のベテランではあると思うんですよ 私はねここら辺で2つの側面から東京都知事をすげ替えるだと思ってますそれは一つはね年寄りはそろそろそういった国の指導者行政の指導者っていうところから退場してもらいたいなとそう思うところですねでもう一つはね SNS によって発達してきた民意を吸い取る力を大事にしてもらいたいなっていうところですよねそうなると私は石丸さんが今ね 東京都に入ることによって今までと違った流れを起こせる唯一の人だと思います田カミさんも好きではあるんですけどもでもやっぱりもう昔の人なんだろうなと思いますで昔の人いい意味で言うと熟練なんですけどもこれからの時代を見ていける人ではないですしこれからの時代に責任を持てる人ではないんじゃないかなというふうに私は思いますね30年後を考えた時に石丸さんはまだ 生きてらっしゃると思いますし、娘さんがいらっしゃると思いますけども、お子さんたちも、それこそ、現役世代ですよ。もしかしたらそのお孫さんが、この社会の中核になってるかもしれません。だから、今自分がやってることに責任を持てるのは、石原さんだけじゃないかなと思うんですよ。で、私が見えてるところだけかもしれませんけども、小池さんにしても、それから蓮舫さんにしてもね、また、タバコマインさんにしても、 ここ10年のことは見えてるのかもしれませんけども、果たして30年後、50年後、100年後のことに、どこまで思いを持ってるのかなと思ったら、相当に疑わしいなと思うんですよ。これは悪くいい意味ではないですよ。直近のことも大事ですからね。だから、足元のことをしっかりと何とかしたいっていうことで言うならば、まあ、意見は戻るところなんですけども、ただ先の国のことを考えてね、これから、 1300万人の人口が減ることを考えて地方行政のこともきちんと考えた時に東京都というところにね新しい波を起こして東京都からこの国を変えるっていう本当の意味で言ったら石丸さんしかいないんじゃないかなと思いますねそして今 SNS ってのは最も国民に近いメディアです SNS が支持した人それが私は今の時代の民意だと思いますね 人工的に作り上げられた東京都の決戦。自民か、立民か。こんなね、蓮舫対小池みたいな図式に、踊らそうとしている中央メディアのあり方には私は大いに疑問だなと思いますし、国民が自らの検察機能で、検察、検索機能か。検索機能で選んだ、この石丸さんというものが私は本物なんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょうかね。それでは。